簡単にコースの説明をいたします。はい、で今日はですね、午前の部がどちらかというと歩くことが中心になります。第一章が、これ福波にあります、福祥寺さんです。昼からはですね、木津村の天卓寺、それから、太津村の、これ中本柏屋さんの前にですねお地蔵さんの像がありますので、そちらの方を見て、で満禅天入寺、それから東光寺、ほな出発です。で今日皆さんにですね巡っていただきますのはですね、巡回型、ね、場所場所にある6体のお地蔵さんを巡っていくという形です。基本的に違うのは、整列型の6地蔵さん、墓地にある6地蔵さんはですね、あの世の6地蔵、簡単に言えば、ね、亡くなった方がね、いろんなこう魔物から、救われるように、あるいは、先々のところでお地蔵さんに助けていただきますようにということです。よく地獄に仏という、この仏さんは6お地蔵さんを指しています。で今日、回りますのは、将来のこともさることながら、今、この世ですね、この世の6地蔵ということで、今年が、あるいは来年がいい年でありますようにという思いを込めてですね、巡りたいと思います。でここは観音寺と書いてます。ここのお寺は福祥寺で、実はですねこれはですね、後でちょっとそのあたりに行きます、近くまで行きますけれどもですね、観音寺というお寺にあった六地蔵さんなんです。特徴としましてですね、まず分かります、持ってはるもの、これ何ですかね。釈状、釈状、六地蔵さんのアイテムの一つですね、道具の一つですね、地持ちの一つ、釈状、それと宝珠、ね、こちらの方、栗みたいな形をして、これなんで釈状を持ってはると思います。これはね、まあお地蔵さん、どちらかというとお坊さんの形をしてますね。でお坊さんのこの持ち物の一つなんです。でなんでこの釈状を持ってるかといいますとですね、経典の中にですね、毒虫がですね、やってくるのを避けるために音で鳴らす幽静状、はい、カシャンカシャン言わして、そんなんで毒虫が逃げていくかどうか知りませんけれどもですね、修行をするのにいろいろと、煩悩というか邪魔者が入ってきますけれども、そういうふうな形のアイテムで、このアイテムは六地蔵全部共通して持ってはります。はい、でね、やはり石で手彫りですからね、こんな稲棒焼きみたいにで、かかたにはめてやってるわけじゃないですからね、お顔がですね、端正なお顔もあれば、憂いを含んだお顔もありますし、まあ、いろいろとこう特徴を持ってるということで、まあ、じっくりと、見たいと思います。いろいろな33箇所、あるいは88箇所巡りをするのが、ね、流行っておりますけれども。坂東やから関東ですね。そうですね、ごめんなさい。うつし巡礼は西国33箇所もあるし、88箇所もあるし、長町内にね、はい、これ第一章のこの享保の六地蔵ですけど、第一章は観音寺と書かれてて、あとはずっと村の名前が木津村とか書かれてて、最後の東光寺さんも東光寺と書いてて、お寺の名前が書いてるのがこのお地蔵様と第6番目のお地蔵さんとになります。発願したのが東光寺さんの昔の住職さん。
コースの中でですね、多分一番厳しい、はい、上り坂であります。皆さんお疲れ様でございました。一番ハードなコースを無事、登り切りました。でここからの眺め、その分すごくいいようになっているんですけども、こちらの方がですね、第2章民兵村ね、ここ民兵村なんです。はい、24というのは、ね、先ほども言ってますように、お地蔵さんの縁日でございますね、地蔵盆が、ね、されるのも大体それぐらいの頃が多い、天正14年といいますから1586年、今から約450年ぐらい前にですね、この辺りでですね、塩川市と野瀬市のですね、戦があったと言われて、いわゆる三草山合戦と言われているんですが、まあ、たくさんの人がですね、亡くなられたというようなところでですね、後の世にですね、こちらの方に、まあ、その、をお祭りする、ちょっとやっぱり、堀が違いますでしょう。で、ここからあとはみんな同じ日付なんですよ。なんでその2年間、ね、1体だけ掘って、あと2年経ってから5体を掘ったのか、そのあたりがちょっとよくわからない。こういう石仏をよく掘ってますので、ひょっとしたらこの辺りでですね、病が流行るとか何かがあったのかも分かりません。あるいは人がたくさん亡くなられたとか、でちょっと落ち着いた頃に、まあ はっきり言うと今の鉄人28号のね、あんな感じのものかも分かりませんけれどもね、そういうふうな供養的な意味合いも、あるいはメモリアル的な意味合いもで、各村々に、これが置かれているという、隣接する村もあるで、今日の六地蔵の場合はですね、その何ですか、街道筋それぞれの、まあ、出口というか入り口というか、まあ、どっちかというと入り口かも分かりませんけどね、が魔物が入ってこないように守るために置いてるわけなんですけれども、各村々に一体ずつ置かれている意味というのがちょっとそういうふうな意味合いを持って今後考えています。柳津の院、ね、養子と書きますけれども柳津の院、が、あったところであると言われております。大変、ね、分かりやすい更新塔があります。分かりますよね、これ。これは 何か何です、ね、うん、お月さんと、ね、太陽、うん、で、お猿さんが3体、見ざる、言わざる、聞かざる、うん、更新塔というもの、この日にはですね、三子といういらっしゃいちゃいますよ、三子というですね虫がですね、当子、旧子、下子とこの、ね、場所に住んでおるということで、これはいい、うつしのは四国八十八箇所やら西国三十三箇所やら、先ほどからね、坂東の分もありますよね。ああいうのはいろいろで、その何回も年代によっていろいろ違ったり、その出版元というかそういう骨眼によって、そのお寺が選ばれるお寺がちょっと違かったりとか、88箇所石仏をずっと並べてあって、そこ回ったら四国行ったのと同じだけど、うん、どこあるみたいな、そういうふうな、そういうのもあります。それは三十三箇所は田舎にあるってこと？ありますよ。お参りをしましょう。
後輩のところ見ていただきましたらですね、太い津村で、あの太一と刻まれてます。はい、ただ今はですね、あの一対二対の太という字を書きまして、太一に村と津村、こちらの方で地蔵盆のイベントというか、みんなで護衛官を伝えながらですね、あのよく残されている地域やと思だんだんそうやって散逸ね、していきますよね。これ面白いことにですね、六地蔵巡りの話は小野の高村ですか、の話からスタートしてるんですけれども、おそらくその仏師さんとかね、そういう方も同じだと思うんですよね。ですから、先ほどもお話あったと思いますけど、最初の観音寺の第一所だけが享保5年っていうので、で後の残りの、5つが全部享保7年なんですよね。教皇の全部7年ですね、はい、なかなかそこまで行けないので、これをね、この地域の各村ごとに、作って、でそれでその御利益を全部回ることによっていただけると。でかつ、やっぱり、なかなかね、当時でも隣の村ですらね、あんまり行くことなかったと思うんですよ。でもこういう六地蔵巡りがあるということによって、隣の村、例えば天拓寺さんにちょっとお参りに行けるわとか、東光寺さんにお参りに行けるわとか、でそういうふうな、ほんで今例えば焼き鳥食べたりとかおまんじゅう食べたりとかいうこともできるということでね、ちょっとしたそういう行楽の意味合いも兼ねてね、こういう地域でこういうものが作られて、それを楽しみでこういうふうに、地元の人が、信仰と、両方抱き合わせでね、回ってはったんじゃないかなと思うんですけど、今でもこの辺 の奥さん方はやっぱり保守的ですからね、あんまりその外に出たりとか旅行行ったりとかそんなことしないんですけども、お寺にお参り行ったらご主人がすごい喜んで出してくれはる。でお寺から旅行や言うたら、どこの、寺参りや言うたら安心。旅なんてすごく特殊なもので、普通はよそへ行くとかいうのはものすごい、それこそ手形って皆さん知ってはると思いますけど、許可証がいるわけですよね。今別にそんな、外国行くときはパスポートいるけど、江戸時代はよその土地行くのに、パスポートがいるようなもんで、なかなかそれが取れない。許可を取って遠いところへ行かなくても、自分たちが身の回りでそういうお祈りできるという、このね、後ろに三体お地蔵さんがあって、この全部で六地蔵というふうな、この制するというのね、目的承認と西洋承認と、いろいろ